これすごい。ユサも大好きなんで。すごい。今回新しく一種、まあ、一つのデザインで、お作りさせていただきたいんですけど、はい、海の生物とかをモチーフにした案をいくつか、考えてきたので、はい、1個はこのつぶつぶがついてるやつとつぶつぶがついていないやつです。つぶつぶついてたらいいですね。前回もつぶつぶついてます。そうですね、プランがついてます。はい、ここにつぶつぶ、つぶつぶがいいんじゃないですか。これがサンゴをイメージした形です。おお全部楽しい。おお、いいですね。これもいいですね。うん、どれがいいんだろう。こういうことになってきますよね。はい、はい、これはすごい個人的に可愛いから大好きなんですけど、似ちゃうんですよね。そうですね、そうなんか、やっぱ違う、うん、方で行った方が、これは結構面白いと思った。なんか実際パッケージに入れた状態どう見えるんだろうっていうのを準備してきたんですけど、はい、可愛いと思います。コーラルだ。コーラルじゃないですか。ありがとうございます。コーラルじゃないですか。コーラルですかね。はい。ユサンゴ大好きなんで。すごい。はい。そうなんですね。はい。はい、で早速、パッケージの色も相談させていただきたいので。でもサンゴだと結構いろんな色。ね、いろんな色でいける気がするけど。結構青、結構綺麗かなと思ったり。海の中にあるヤンゴみたいな、ね。そうそうそう。ね、見えますよね。回っちゃった。早いか。ありがとうございます。